皆さんおはようございます。今日まで本当にありがとうございました。そして今日からよろしくお願いいたします。今度の選挙は桜井さんと熊谷さんの戦いだけではございません。傲慢な安倍首相と良識ある県民の戦いです。どうぞ皆さん、この3年半に及んだ安倍政治、このまま続けていいかどうか、本当に我が国は考えるところに来たんじゃないかと思っています。 TPP の問題も安保の問題も全てにおいて、私は総理の誠実さを全く感じません。昨日のテレビを見ていても、なんかテレビ朝日で1本オーバーしただけでアナウンサーの方をどやしつけてたと。やっぱり傲慢でおごりが見えてると思いませんか。最近演説をしてるとですね、民進党の公認候補には漏れなく共産党がついてくるって失礼な話をしてんです。私は安倍総理に言ってんです。総理、ついてきてくるのは共産党の皆さんだけじゃないんですよ。社民党の皆さん、市民の皆さん、宮城においては弁護士会の皆さん、医師会の皆さん、歯科医師会の皆さん、 TPP おらやんたって言ってる農家の皆さん、みんな漏れなく桜井充についてきてるんですよ。皆さん、今日から戦おうじゃないですか。我々は自分の暮らしと自分の将来と、将来の日本を担う若者たちと、宮城県の復興を自分たちの力で切り開いていくということなんです。どうぞ皆さん、何度か総理、私の石巻にもご丁寧に来ました。また来るそうですよ、仙台にも。女性議員迎え撃ちますから、みんなで。どうぞ皆さん、桜井満さん、公募で選ばれて、この18年間本当に一流の政治家に私はなれたと思っています。なんとか当選させてください。私一人ぼっちにさせないでください。いいですね、元気よく、チームワークよく、徹底的に戦って対処したいと思いますから、よろしくお願いします。ありがとうございました。